晴らしいなと思う。いやもう銭湯のなんかよく分からへんか。なあ行く信号がちょっと見て、あ青やん、やったぜとかってないんやろな、これに座ってやったぜがないから。ビビったら、車乗ったらね、あの助手席のとこにあの雲がおってね、まあまあでかい助手席のバイザーのとこに雲がおるんやんか、ね、とかと思ってんけどなあ、小さい頃から雲は雲やな、スパイダーは殺したらあかん言われてるから思って出したかったんやけど、車が動いてるからやろな、こっちに来ようとすんねん、来たあかん来たあかんとか思って、とな今思ってんでたから、あとは助かってくれることを祈るしかないよ。今日月曜日やろ、月曜日で月末やん、あの何株価が気になるよな、世間様のやっぱりあれやな、あの石破茂さんが、総理大臣になって株価が下がるのか上がるのかやな。普通はあの何やったっけ、ご祝儀相場とかであの株価はちょっと上がるもんやねんけど、あの先物取引は下落してんねんな、とかんで、もう今の日本でさ、あ今の日本で消費税がね 15% とか言ったらもう多分無理やで、無理。例えばあの北欧やな、ヨーロッパでも北側の国みたいにね、消費税は高いけど、消費税は高いけど、将来やな、将来必ず、老後はね、安心して暮らせるとかっていう、保証はないのに、消費税が 15% なんで。で、その理由がなんか、何？その根拠が、
何防衛とかで消費税が 15% だよね。でミサイル買うとか飛行機買うとか言って、なんてああいう発想ってないよな。もう日本のトップになったんやったら私の責任においてやん、私の責任においてもうそういうことは許せへんっていう一言を、いやええねんな、対外的に。北朝鮮もそうやし、次ロケット飛ばしたら、ロケット撃ち落とすとかな。韓国もそうやん、韓国にも竹島すぐに返せ、1ヶ月やるからって言って、出なかったら強制的に竹島返してもらう。アメリカが嫌な顔してもどうせあれやろ、ハリスかトランプになるまでの間は空白やねんから、今やったもん勝ちやみたいなところで、で返してもらって、でもあれしたらいいねんけど、そんなな自分の利益にならんようなことに時間を割いたりするような、あ、ごめん、こっちゃった、そんな人おらんやろな。もうそもそも政治家って言われる政治家になりたい人おれへんもんな。政治家になりたい人にやから、そんなすっごい給料もらえるわけじゃないしな、ずっと一回になったらなれるわけじゃないし、で結局せっせとお金貯めてな、せっせとお金貯めて何次の選挙も通るための努力しかしないな。変わってるね。なんかこの前誰言ったな、国会議員でとか県会議員とか市会議員とか、なんか秘書の給料とか経費とか、秘書の給料とか経費引いたら30万も残れへん言って、うっそやんみたいな、残るやろみたいなね、30万しか残れへん。そりゃ国会議員はな、領収書出さんでお金使ってたりするから30万残ってもええで、使いたい放題使ってねえからお金な、残ってる方やみたいなところが、な変わってるよな。今日は朝からあれやな、なんか買ったかな買ったかなとかってずっと思いながら、鍵かけてきたかなとか、猫にご飯やったよな、犬にもやったよな、犬でやった、猫やった、猫やった、猫やった、ね、あとあれちゃんと水とかもあるように確認した、よし、だ大丈夫やみたいな。今日は大阪に出るから、こっち田舎行ってる時はめんどくさいから靴下すら履けへんっていうの、靴下も履けへんねんけど、今日はね靴下履いてきてんの、新しい靴下下ろしてきますね。なんかな、なんやろ、住んで分からんの田舎の醍醐味みたいなやつやな、田舎の醍醐味。最近ね こんなね田舎でもね外国人の人見かけんねん、夜になったら見かけんねん、どっかで働いてはんねやろな、あ外国人の人めっちゃおるみたいな、結構おんねん、うん、問題になってるらしいねんけどな、怖いねんよなあれ、外国人の人ばっかりおって、でどっかの家なんか襲ったりしてんのかと思ったらゾッとするよな、ゾッとするわ。でさらに何
考えへんから。で、結果やな。自分が困ってる時は困ってるっていうのにやで。人が困ってても見捨てる人たちが京都人や。後ろ軽バンかなんかがもうあれ右折で入っていくねんけどやで、もう一旦止まれへんねんか、あれ入れる思ったらガー右折してくんねんか、で死角があるのにそのままゴーンって入ってくんねん、怖ーっとかって思う、まあ、僕ら車当たるわけじゃないけどやで、怖ーって思うねんけど、あれが京都スタイルなんやろな。猫にご飯やったら出るから言うねんけど、猫にご飯やったら出るから言うてんねんけど、何時とか言って、そのね、田舎から出ていくな、僕ら出ていくやんか、田舎から出ていく人は、2時間は、もしかしたら2時間かかるかもしれへんのに、このタイミングで、何時って時間が約束できるわけがないやろうが、みたいなね。できひんや、2時間の誤差。遅い車にはまったりしても、遅い車にはまったらやで。それだけでも後ろに押すのにやで。で、いつも、急に頼まれた時言うのは、途中から電話するから、だいたいあと1時間ぐらいかな、みたいな。あと1時間ぐらいやな、っていう時に電話するから、それから、約束の場所まで出て行ってくれ、これやねんな、最近出て行くときは途中から電話するから混んでる混んでないやな。で、今8時半40分ぐらいだったけど、こっからのこっからのね、あれは遅い車が前におったら、遅い車がおったらもうまあ1時間半から2時間確実にかかるね。で、道路がまあまあ速い車がわー言うてたら、まあまあの時間で収まるはずやねん。収まるはずやねん。で、それが収まれへんかったら、もう、だだ詰まりやから、ちょっと遅めに着いてって言って、またせんの嫌やねんな。ちょっと遅めにって言って。何やこのガードは。ここまでいらんやろいうぐらいガードのな。ちなみにね、フィアットのガソリンが残り4分の1になってね。フィアットのガソリン4分の1。もしかしたら、あれやな、ガソリン先に入れなかもな。先に入れて。で、そこから走って。で、帰りもう一回入れる作戦かな。2回に分けて入れる作戦。これがメモリが減れへんかったら、
らいのトラックやったら、もうさ、こんなところにスピードなんか出えへんで、引っ張っても。
で、その妹っていう女の人と比べたら俺の方が100倍強いとかって言ってんのがね、ほんまに強そうに見えんのやな、まだな。で、結局その後車椅子に乗った女の人がな、ファブルが4年前に、会った目撃した唯一の女の人やねんけど、その人がなんとかとかっていう結末だけが見たくてな、しててんけど、ちょっと面白いやん、思ってもたもんな。ファブル21から25話だけ、途中ちょっと早送りしてんけど、早寝なあかんから朝モーニングコールかかってくるから、で、ファブルの25話まで見て、もうお腹いっぱいになったっていうのが最初はね、ちょっと見てん、実は1話から何話ぐらいまで見てんか。で、な、ちょっと1年間普通の生活しろとかって言われて、まあ、それやねんけど、あかん、ガソリンが最後の8分の1になったわ。今加速したからやんな、ガソリン入れとかなくなるな。僕はね、高橋監督にもしお願いできるんやったら、最後のな、最後とは言えへんけど、まだまだお若いからな、あれやけど、走行騎兵ボトムズやな、もう1シリーズぐらいやな、シリーズって言うとけど、もうあと1シリーズぐらい、走行騎兵ボトムズみたいな、あんなペールゼンファイルズとかでもいいみたいなやつもいいからな、ペールゼンファイルズみたいなのもいいから、ちょっと見たいかなって思ってんねんけど、それとあと昨日かな、ちょっと思ってんけど、08正体見てて思ってんけど、富野義行さんやな、富野義行さんももうあと一作品ぐらい無理かなって、富野義行さんのな、富野作品のガンダムがもうあと一作品ぐらい、こうやってもうあと一作品、もう一作品ってやっていってると、なんか新しいガンダムかなんかの何発売前なんとか、発売前のなんかやつ映してるやつやな、メタのなんか機械使ってやるなんか見てんけど、無理やな。さっき言うといてあげるわ、メタのゴーグル使った VR かなんか、なんかサンライズ、あとバンダイナムコ、フィルムワークス、サンライズなくなったんちゃうのとかから始まって、で、グーグルのあれシステム使わねえけど、フランスの会社と共同で作ったとかって、またやってんだよな、バンダイっていう会社は。ほんまにバンダイっていう会社は特にもうあれおかしいなと思うねんけど、ああやってね、番宣じゃないけど、発売前にね、こんなんですよ、あんなんですよとかって、バンダイが発売前にね、あれやこれやってやってるやつで、当たったん見たことないのよな、前もってやってるやつで。前もってね、引っ張るだけ引っ張ってるようなやつで、まともなやつ見たことないんや、あれ、これまでの経験上で。なんか何、ナレーションかなんかが、バナージリンクスの人やな、がやってるらしいねんけど、で、出てくるモビルスーツがデルタ海、要は百式やな、百式が本来変形したとしたらっていうデルタ海で、あとリガジで、ズザ、どういう組み合わせやねんみたいな、なんかバンダイで売れへんかったプラモデルをなんか
売れなかったプラモデルの金型の減価償却するために出てきたみたいなやつばっかりをなんかちょっと買ってるような変わってる。変わってるわ。で結果としてなんか金額は書いてへんねやんか。いくらってそのメタのゴーグルの金額も書いてなかったらその新しい作品のソフトやな前もって買ったら安いですよとかって言ってんねんけど金額分かれへんねん。あんな見て楽しむ人おんのかなと思うけど、あんな仮想空間やな、VR やな、バーチャルリアリティやったかな、バーチャルリアリティみたいなんで、ガンダムやってもね、なんか安っぽいっていうの。で、その歌歌ってる人やな、主題歌歌ってんのが、主題歌やな、ガンダムの VR の歌歌ってる人が、中川翔子、え森口博子じゃないんやみたいな、こう絶対言うてる人おんねん多分な。森口博子じゃないんやっていうところから中川翔子が翔子さんがゲームやってんねやんか。ほんだらなんかいろいろこうな言われてんねやろな。悪口はやめて褒めてくれって言われてるのか知らへんけど、なんかやたらと褒めちぎってんねやんか。うわこれはすごいですとかやってんねんけど、 VR って言われるバーチャルリアリティっていうやつは映像ソフトもそうやねんけど見せられてるだけなんよな。見せられてるだけだから普通のアニメと違っていろんなとこが見えんねんけど、いろんなとこが見えても結局は動かす操作やな。いろんなとこが見えてるだけで操作するときは一緒なわけやんか。ゲームと一緒なわけやん。だから周りが見えてもその決まった動きをしないと前に話が進めへんって言ってる時点で、ああなんやで、なんのかこれ VR な。結局そうやねん。前にもそんなゲームあったやんって言ってね、例えばドラゴンクエストやとかゼルダやな、なんかわからへんけど、どこでも行けますよって言っても、どこでも行けるからって言って、ほんだら、もう、果てしなく全然違うとこ行っても、行けんのかって言って、行かれへんのよな、果てしなくは。あの時点で、バーチャルリアリティって言われる VR は終わってんねんって、見せられてるだけやから。なあ。中川翔子さんも大変やで。あんなんで言うてたよ、私もこれからガンダム歌手になれんねやみたいなこと言ったけど、ガンダム歌手になれてもや使い捨てられた1試合みたいな、1話で1回1曲だけで使い捨てになったら終わりやねんから、それやったら森内姉さん使った方がマシやみたいな、結局否定的な意見しか出てけえへんねん。結果としてな、あれや、大々的にっていうのかな、昨日の時点で、僕が見た時点でね、昨日の夜中の11時ぐらいやったけどね、そのやつだよな、バーチャルリアリティ、メタのガンダム見たけど、再生回数が3万回ぐらいしか回ってんねん。大手企業のね、大手企業のチャンネルで、3万回しか回れへんて。なあ、どんだけ興味が引かれへんねんみたいなところから、今度はなんか映像特典とかっていうの出てくるんだな、同じやつで。もうイラ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 みたいな、イラ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 って。あれ見せられんやったら、まあ、ファブルの方がマシやったな。ファブルの方が。ファブルかなんかもね、どっちかといえばちょっとご都合主義やねんな。そういう風に作ってるっていうの。だから先がどうなんねんじゃなくて、
て、もう話が分かっているところから、それをまあアニメで、アニメっていうのもそうやけど見せられてるわけやんな、ずっとな。で、単行本読んでる人やな、本読んでる人にしたら、本読んでる人にしたら多分もう分かってるはずやねんて。分かってんねん、多分こうなんねん、ああなんねんって分かってんのを見せられてるだけな、映像で。本と違って見るだけで分かるもんやからな、アニメとか映画とかっていうやつは。便利になってる、もしくはなかったものがあるようになってるって言い方なんだけど、それで世の中が豊かになってるのかって言ったら、ほとんど豊かになってないと思うんだよな、俺は。アナログかデジタルかの違いはあっても変われんな、昔からああいうのって。で、メタやな、メタにしてみたらな、サンライズ多分メタの方から接触したはずやねん。で、よかったらメタのゴーグル買ってもらおうみたいな、な。で、メタって多分日本の会社じゃないから、メタは日本の会社じゃないから、なおのことやねん。だから VR のゴーグル使うんやったらええで、VR ゴーグル使うんやったら、もう正直やけど、ソニーでもあるわけやん。プレイステーションかなんかで VR あんねんから、あれをソニーのやつを使ったらええねんけど、ソニーはね、ガンダムとかを好んで多分受け入れないねんな、ソニーっていうブランドで生きていけるから。で、結局メタになったんやろな、多分。なんか想像がつくわ、なんか。で、あかんかったらなかったことにして、また次行こうみたいなことになんねやろな。昨日もだから結局、あれやな、ガンダムかなんかも、結局、そうやね、ガンダムも、08正体は確かに面白かったけど、面白かったで終わんねん。購買意欲をそそらないんよな。それを見たからって言ってそのものが欲しくなるのかって言ったら、やっぱなれへんね。一年戦争もの、一年戦争に近いもののガンダムやったら、ポケ戦やポケットの中の戦争、ポケットの中の戦争を見ても、例えばアレックス欲しくなるのかって言ったら、なれへんだよな。なれへん。で、スターダストメモリー0083やな。確かに0083は、見たら、GP01 やな。試作ガンダム1号機。で、試作ガンダム1号機のフルバーニア。で、あと、デンドロビウム。で、ステイメン。で、やっぱり、昨日もね、実はあっと思ってんけど、シーマ様のゲルググシーマ様のゲルググがね、ちょっと見えてん、箱が。あれ、シーマ様のゲルググがと思ったけど、もうシーマ様のゲルググは一回やってるし、設計古いし、時間かかんの分かってるから見なかったことにしてるけどな。0083も結局偏ったキャラクターに半端スケールやな。デンドロビームはハイグレードで出てんのに、ノイエジールが出ない、ちっちゃいスケールですか。ノイエジールがなハイグレードで出ない、残念さやな。ノイエジールがねハイグレードで出とったとしたら、デンドロビームはある程度売れとったと思うね、ノイエジールが出たら。で、昨日ね、ちょっと動画に撮ろうかなと思って結局やめてんけど、ガンダム F91 やな、ガンダム F91 のホビージャパンのムックが
あの買ったん出てきて、あ、こんなとこ置いてたんやみたいな。ガンダム F91 もそうやね。ラフレシアな、鉄仮面が乗る最後のラフレシアって、なんかパチモンキットみたいなやつで見たことあんねんな。なんかおまけかなんかのプラモデルはラフレシアで、あれがラフレシアがハイグレードで出ないねんな。鉄仮面が最後乗ってるラフレシア、あれマスターグレードぐらいのクラスで、マスターグレードぐらいのサイズでラフレシア出したら、これ一定数買う人おると思うねんけどな、あの外した時怖いからって言って、結局ガンダム F91 やな、フォーミュラーシリーズは結局あの何だっけ、 G キャノンとかやな、小さくなったモビルスーツ軍がハイグレードで出なくて、結局出たんって言ったらあの F91 だけじゃないのかな、リッチハイグレードで言ったら。ということでやっぱりそんなに当たれへん、もしくはあの物として物販が売られへんっていうのを、映画はまあ確かにすごい面白いわけじゃないけど、映ってたら最後に見るだけのあれはあんねんけどやで、みたいなところもな、バンダイのそれやの。
公正取引委員会が立ち入り検査に入ったハーレーが売れる売れんに関わらず売れる売れんに関わらずオートバイ持ってきて、でなんか在庫がめっちゃ溜まってるとかっていう話だったんけど、実はね川崎もそうらしいね。川崎も言ってたわ。川崎のディーラーで1ヶ月やな、川崎のディーラーは1ヶ月何台っていう数やな、何台っていう数を、まあまあディーラーとして、目標値に置いて、で売れへんかったら売れへんかった台数分ね川崎の倉庫に置いてあるらしいね。ノルマとしてオートバイさんが言うてんねん、僕のいつも言ってるのが。で川崎もなんかしんどいでって言って、ハーレーもしんどいけどって言って、今オートバイをね気軽に買う人がおれへんらしいねん。でそれやったら川崎やな、川崎のこれっていうオートバイ1台ぐらい買おうかとかって言っててんけど、で川崎に電話して、この1台ってやつやな、これやって1台あったら買うよって言ってんけど、まあこれやっていう限定車両が川崎ではないらしいねんな今。で話が出たんが、僕が行ってるオートバイ屋さんの行ってるオートバイ屋さんがメカニックのお兄ちゃんやな、新しく入ったメカニックのお兄ちゃんがと話しててね、自分は欲しいオートバイとかないのって、その働いてる20代ぐらいのお兄ちゃんやねんけど聞いたんよ、欲しいオートバイないのって聞いて、で何ですかって聞くから、マツダもそうやけど、まあ営業マンとかメカニックやってて、営業マンメカニックやってて、でやっぱり自分の好みな、好みの車、好みの色、好みの仕様の車がとかオートバイを自分でメンテナンスするっていうことはやっぱり自分が気に入ったやつやから、ちょっとええやんって思う時あるんちゃうのとか言うて聞いて、でなんか欲しいオートバイないのって聞いたら、川崎って言うから、お川崎、川崎の何よって聞いたら、 Z900 欲しいです、 Z900 言ったら100万ぐらいで買えるやんみたいな100万ぐらいで買えるやんって言って、でその100万ぐらいで買えるやんが、20代ぐらいのお兄ちゃんじゃみたいな、100万って大金やねんとかっていう、そこやな。でお父さんやな、親父さんと Z900 欲しいらしいでって言うてたら、そうやねんって、この子は Z900 欲しい言うてんねんって言うから、でお父さんとその後やな、親父さんと話してて、今の子は欲しいって言ってるけど手が届くぐらいの金額やんって言ってな、100万ぐらいのオートバイやったら頑張ったら手が届くやんって言ってんけど、いやそれがなって、今のゆとり世代の子供は、こういう方やね、ゆとり世代の子供は欲しいっていうことは欲しいって言うねんけど、何が何でも欲しいとかっていうそれじゃないねんって言って、結局欲しいのは欲しいんやけど、無理してまで買えへん、ローン組んでまで買えへんとかで、例えばまあ僕らやったらって言ってね、お父さんと僕ら何歳かしか違えへんねん、4歳か5歳ぐらい年上の人やねんけど、僕らの時やったらそのためにやで、オートバイがどうしても欲しいねって言うやったら、例えば食べるもんとか着るもんとか削って、で夜もバイト行ってやな、仕事終わった後夜どっかでバイト掛け持ちしてでもそれは絶対買うんやみたいな、なんかこうな、その感覚があったら買えんのにって言ったら、いやー浅井さん今の子にはないよそんなことはって言って、そんな決まった時間に来て、決まった時間になったら帰りたい言うてる子に、決まった時間に来て決まった時間に帰りたいって言って、
とか言って、で Z900 以外にやな、 Z900 以外に乗りたいオートバイないんかいなって言ったら、あの次に言ったんだね、あのあれ2サイクルやな、2ストのバイクが乗りたいです、2ストバイクが乗りたい言うてんな、2ストのバイクが乗りたいんやったら、うちお前2ストのバイク2スト率めっちゃ高いやん言うてな、ガンマ、ガンマが都合上4台あんねんかな、ガンマが4台で KSR が2スト、スクーター2スト、ほとんど2サイクルばっかりやみたいな、まあ、実用やで2サイクルばっかりのオートバイやから、2ストのバイク乗りたいんだから乗ったらええがな言うて見て、でなんで2サイクルのオートバイ乗りたいのって言ったら、やっぱ加速力がやっぱりね魅力やっていうね、へえ加速力は魅力なんやみたいなで、あのあれやな、そうやそうやって言って、福岡やな、福岡にそういやあのラッキーストライクのガンマあるでって言って、福岡にラッキーストライクのガンマがラップに包んだままやな、一回も僕あの実写見てないねんけど、実物は見てないけど、あのラッキーストライクのガンマがそういや福岡にあったよなみたいななんかあの150万ぐらい払ったけど、一回も現車見ばば、あの福岡に置いてあるラッキーストライクのガンマってどうすんやろみたいなところから、でお父さんがあのラッキーストライクガンマってどうすんのって言うから、いやそら動かせへんかったら劣化するからなって言って、2サイクルがな、2サイクルは劣化するけど、あのホワイトベースから買ってるから、ホワイトベース二宮翔平って書いてる譲渡書やな、それとあの抹消届の、あの抹消届があれやねん、あの二宮翔平って書いてあんねんな、ホワイトベース二宮翔平って書いてんのは、今はステータスになんねやろかみたいな、な全く見ないけど、あのホワイトベース二宮翔平って書いてる、それにステータスがあると思ってんけど、あのなんかそうでもなさそうやでみたいなところがよ、なんやったらな、そのお兄ちゃんにあのラッキーストライクのあのガンマあの40馬力しかないけどって言って40馬力の低出力やけど、あのラッキーストライクのガンマ点検して、であの異常なかったら乗るって聞いたら、いいんですかって言うから、お父さんの方がやっぱりちょっと難色示すねんな、そんな一応やで、有名な人が乗ってたやな、有名な人が乗ってたな、全く触ってないラップしたオートバイを点検して不具合やった時どうすんのって言うから、不具合やったらそらあのまあ期待値以下の低性能やったらそらお金返せってなるよなって言って、低性能やったらとかって話になって、で結果しゃあないからあれやなって、僕は乗ってるガンマでも乗るかって言ってラッキーストライクからなってるけど、あの初期型のあのラッキーストライクのガンマやけどって言って言うから、なんか、うん、乗りたいけど何かあったら困りますって言うから、こけたら直したらええがな言うて、こけたら直したら、あの昔のオートバイは壊れても直したらすぐまた動くからって言ってね、お父さんな、おやじさんはあのこの業界やな、オートバイの業界ではな3本の指に入るぐらいのメカニックやから、あの大丈夫やねって言ったけど、だからお父さん、おやじさんやな、おやじさんの方が2サイクルのオートバイは回して走らなあかんっていう、高回転まで
回して走れんかったらやっぱりかぶってきたりするから、あんまりオートバイにそんな乗れへん人がツーサイクルは扱えるものじゃないとか言い出してね。で結局やな、あの預けてるオートバイが実は初期型 KSR やねんな。初期型 KSR ね。でもうあとフロントフォークだけ、フロントフォークだけオーバーホールしたら、フロントフォークオーバーホールしたらもうあの乗れる状態になってるらしいねんけど、あれやね、あのカウリングとか燃料タンクとかカウリングがだいぶやっぱり燃式劣化があるから、ラップしようかって言ってんねんな。あのライブグリーンかなんかにラップしてね、ラップしたら綺麗になるから、ラップしてあの川崎のワークスカラーにして、初期型の KSR はまあ直そうかっていうところで話が終わって、でラップしてでワークスカラーになったら、またあのこの国道173号線、これやな、ここはあの150キロぐらいでみたいなあのね、初期型のね KSR、 初期型の KSR80 はね、あの110キロまでメーターあんねんけど、メーター指で110キロまであんねんけど、あの引っ張ったらね3速ぐらいで110キロ振り切んねんで、すっごい加速力あんねん。 KSR はボディも軽いし、エンジンはあの強力なエンジン積んでて、 C って言うならあの足回りやな、リアサス、フロントサスがね、フロントは倒立やねんけど、あのサスペンションが細すぎてあのよれんねやんか、スピードが出すぎてるときにあの力かけるとよれよれってなんねん。でそうじゃなかったらあの追従性は悪くないから、あので足が両足ベタつきでつくぐらいあのいけてるから、であれね、KSR の KSR2 って言われる方やな、あの2サイクルの KSR をあのあれや、あのまた帰ってきたら、KSR の80の時はね、あの後期型シュワンツメってやねんな、あれあの KSR の2は後期型のあのシュワンツのネットがあるから、それで言ってんねんけどな。またガンガン言わせたろか言うねんけど、 お父さんやおやじさんやな、バイク屋さんのおやじさんももうそろそろあの KSR の部員もあれへんからちょっとやっぱり安全牌でほどほどぐらいにしといた方がいいよみたいな。結局あの KSR の2はね、あのボーリングしてあのエンジンをな、排気量ちょっと上げてっていう話やってんけど、結果論としてはあのまあいいエンジンが手に入ったから、同じ同型エンジンが入ったからエンジン乗せ替えたらしいねんな、 KSR の2は。であとフロントフォークだけあのオーバーホールしたらいけるからって言ってるから、あの僕が行ってるオートバイ屋さんのね、いけるからっていうのはあの完璧になってるってことやんな、あれで、あのなあ、ちょっとあのいろいろお店の方でバタバタしながらやけど、 GB の車検とかも全部あの上がったら、あのあれ GB もあのまあちょっと出かけるときに使わせていただいてみたいなGB 付き合い長いからな、もう二十何年の付き合いからな、24、5年ぐらいの付き合いなのかな。なで、あとドゥカティとだったらもうそれで、本当はねスクーターとズームと KSR と GB があったらこの3大体制で一応オートバイを引き出せないけどな、多分オートバイが1台でも帰ってきたら、実動するバイクが帰ってきたらかなりの確率で、かなりの確率で